こんにちは、まりみ茶です。今回は購入品が少しあるのでご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回はですね、ちょっと何日かに分けて購入したものをまとめてご紹介していきたいと思います。まずですね、セリアさんからですね。セリアさんでの購入品はこちらになります。まずこちら、髪の毛を留めるクリップですね、を購入しました。私ね、今髪の毛胸下ぐらいまであるので、はい、お風呂入るときにこちらの方は使います。今もね、似たような形のものを使ってるんですが、はい、上にまとめてポンって留めておくのに使います。で、たまにね、娘と一緒にお風呂入るので、娘のものと私のものと2つ購入してます。うん、娘は腰までの長さあるんですよね。はい、それとこちら、前髪留めるクリップですね。前までね、眉上までの前髪で短くしてたんですが、今はもう本当にワンレーンで長いので、前髪だけまた落ちてくると邪魔なので留めるように買ってきました。はい、こちらと、あとは大カットシールですね。こちら80片入ったものを購入しました。トレーシングタイプのものになります。オーロラドロップですね。ちょっと見てみようかな。はい、こんな感じ。わー、こんな感じです。取れちゃった。すごく透け感が可愛いですね。こう手帳とかに貼っても可愛いかなと思って購入しました。はい、これと、あとはポイントシールの方購入しました。これは恋はハリケーンっていう題名のねものです。揺れる心 となん夜の雫だったかなんとかの雫っていうののシリーズがあるんですけども、それのまたちょっと新しいのかな、見たことなかったんで、これは、はい、恋はハリケーンの大きいのとチョコレートちっちゃいものが入ったものが出てたので購入しました。これですね。はい、で中を見ると、はい、これはこんな感じ。すごく可愛いです。これもトレーシングシールになってます。こちらとこれですね。これも開けてみましょうか。あ、飛んだ。こんな感じの色になります。かわいい。はい、また手帳とかにね使っていきたいと思います。それとこちら、これは、緑の妖精というシリーネーミングですねになってます。これはね、このカラーでこんな感じ、すごく綺麗ですよね。綺麗。はい、これとで、こちら深い感じの緑とかね、すっごい綺麗。これは開けましょうかね。はい、こんな感じになります。このね、ポイントシールって意外とこう使えるんですよね。大中小であるといろんなこうデコレーションの仕方デコレるので、はい、重宝して使ってます。いいですね。それとこちらの方購入しました。このクリアガジェットバッグですね。こちら6枚入っているもの、シールがねトランプですごく可愛いんですよね、を購入しました。まず赤色の方が、はい、で黒色の方がこんな感じですね。はい、でちょっと1枚だけ出したんですけれども、黒色の方だけちょっと1枚出しました。こんな感じ、マチなしのものになります。マチっていうか下ですね、底マチはないですね。横マチがあるので、でもだいぶたくさん入れれそう。はい、こんな感じになってます。かわいい。
はい、それと同じ日にね、あの雑貨屋さんの方にもちょっと行ったんですけれども、まずあの突然の日用品なんですが、こちら、はい、トングです。パスタ、家のものが壊れちゃったのでこれが欲しいなと思ってて、こちらの方購入しました。こんな感じで、シリコンのものになります。ここもね、あのシリコンになっているので滑らないですし、ちょっとくぼみがあってこうホールドしやすい感じ、力が入れやすい感じになってますね。で、これ私なんで好きかっていうと、ここの部分をポンって押すと開く、おわお、で閉じて引っ張ると閉じるんですよね。これがすごく使いやすくて私は好きです。まあ、シリコンなのなんですけども、これはねすごくこう程よい弾力があって、はい、とてもいい感じ。ちょっと使うの楽しみですね。一回洗わないとですね。はい、こちらと、よいしょ、あとこれマグですはい、あのマグを購入しました。これ私が部屋で温かいものを飲むようです。はい、こちらかわいい。これね、あ、実は1回開けて左利き用にした。本当はこれ逆、蓋逆向いてたんですけども、私左利きで左手でコップ持つので、はい、こっち飲み口にしたんですが、まだ使ってはないんですけど、こんな感じ。飲み口もね、大きくって飲みやすいかなと思ってこちらの方にしました。たっぷり 400ml 入るので、はい、これに温かいものを入れて手帳タイムとか楽しみたいと思います。はい、それとちょこっとね、あの欲しいお化粧品もあったのでコスメ、そちらの方も購入したんですが、まずこちらの BB クリームを購入してます。オンリーミネラルの BB クリームですね。ちょっと1回使ったんですけども、はい、こちら PA がプラスプラスの SPF25 30g でお値段税込み4400円、税抜き4000円ですね。でこの11のフリー処方ということで、合成着色料を、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、小麦成分、シリコン、タルク、エタノール、合成酸化防止剤不使用ということですね。はい、これはね、あの匂いはこの天然成分のグレープフルーツとかオレンジとか、あとね、ラベンダーとか使ってるんですね。それの匂いです。で、これはライトオークルですね。すごく白い、こんな感じの色味になります。はい、とても使いやすいです。はい、こちらと、あとはこちら。これも一回使ったんですけれども、はい、レブロンのアイシャドウですね。これ別の色、緑ベースのものも持ってるんですけども、グリーンベースですねのものも持ってるんですけども、こちらの色も欲しいなと思って買いました。結構ね、年末ぐらいに出たものなのでもうないかなと思ったんですけども、行った雑貨屋さんにまだあったので、はい、こちらの方購入してます。はい、こんな感じで購入してます。これが1400円ぐらいかな。はい、ともう一個、こちらキャンメイクのボアレスエアリーベース01になります。はい、塗った瞬間フラットなサラサラ肌に、テカリにくい皮脂吸収パウダー配合、美容保湿成分配合、お肌引き締め成分配合ということで、こちらの方購入してます。これは実はリピ買いですね。リピ買いで、はい、買いました。こちらの方使ってます。はい、まあ、まずここまでが1回目の購入品というか、同じ日に購入したものです。で、ここからまた別の日の購入品になります。ね、まずあのね、すごい寒かったのでこちらマフラーを購入しました。これはユナイテッドアローズのグリーンレベルで、ちょっとね、あのバーゲンセールしてたのでこの値段の半額でした。ウール100%でこの値段だけでもリーズナブルなのに、
さらに半額、嬉しい価格でしたね。はい、こちらですね。これはね、一応ストール、STL なのでストールという感じで売ってたんですけども、はい、ちょっとボリュームのあるマフラーとして使っても可愛いですよということで、こちらのカラーを購入しました。はい、あんまりね、可愛らしいカラーはダメだって、はい、一緒にいた主人にね、おばちゃんなんだからって言われてはい、こちらのちょっとピリッと引き締めカラーを購入しました。それと本屋さんに行きたくて、ちょっと本屋さんに行ったんですけども、そこで購入してきたのが、はい、こちら、これが絶対欲しかったクラップ、2月号のクラップ。はい、表紙はスノーマンです。実はですね、私、去年の7月の終わりぐらいかな、ちょっと腕の手術で1週間お仕事お休みしている間に、スノーマンの、はい、大ファンになってしまいましてですね、はい、かっこいい私が好きなのは佐久間くん、娘は岩本くんで、めいっ子も今すごいハマってて、毎日 YouTube 見てるらしいんですけども、めいっ子が好きなのは目黒くんって言ってましたね。仕事行きたくないなっていう日でも、このね、彼らの笑顔を見ると頑張ろうって思えるので、はい、いつもお世話になっておりますはい、それとですね、そこの本屋さんでちょっとお安くなっていたものがあったので購入したんですけども、ちょっともう開けちゃってるんですが、まずこちら MT、 これコラボ商品ですかね、 MT の、はい、こんな感じ、ね、フィリップ・ワイズ・ベーカーって書いてありますね、レッド、これが200円になってたんですよ。540円のものが200円になってたので、こちらの方購入したんですけれども、まだ使ってはないんですよ。すごいね、巻き、一つの巻きがすごく長かった。こっから始まって可愛いんですよね。何の絵柄だろうと思ったんですけども、アコーディオンがあったり、タンスがあったりかと思えば、こう虫さんがいたりかと思えば、なんかフクロウの置物みたいなのがあったり、ドライヤーが出てきたりですね。ここまでが一つの絵柄ですね。すごく、個性的で可愛い。私こういうの大好きなので、はい、購入してみました。こちらと、映らない、よし、あとね、こちらマジック、マグネティックノーテス開けましょう。なんだろう、魔法の付箋って書いてあります。魔法の付箋、はい、で裏を見ると、パラパラ禁止、パラパラしたら、あ、全面が貼り付く、1枚ずつめくってご使用ください。パラパラめくると静電気が放出され、粘着力が弱くなる場合がありますということで、どうやら静電気でくっつくものみたいですね。滑らかな表面はスムーズな書き心地、ごめんなさい、こうだな、はい、裏面は書いて消せるホワイトボード仕様、粘着剤なしでどこにでも貼り付く、貼ったままでスイスイと動かせるということですね。もうね、別に仕事でこういうのを使うとかそういうのではないんですけども、気になっちゃって、200円だし買ってみようということで購入してきてます。ピンク色、あえてのピンク色、はい。でちょっとこれね、何か、あ、これでいいか、さっきの、例えばこういうナイロンっぽいものにはこんな感じくっつきますね、落ちないです。スイスイ動かせるかっていうと、あ、動く、スイスイは動かないけど動かします、動かせてくっついてる、へー感じですね。よいしょ。どうやらこれ説明読んでたら、静電気でくっついてるみたいですね。はい、裏は本当にツルツルしてる、こんな感じですね。でも面白い商品ですね。
はい、こちらの方購入しました。あとこちら、このね、小さな封筒を購入しました。これは100円になってたので、もう1個ぐらい買ってくればよかったな。ちっちゃくてもいろんなシーンで使えます。一言書いて何か入れたりとか、こうこんな感じね。いいですね、これ。一言書いてちっちゃいシール入れてね、もう1個買ってくればよかった。あ、でも各5枚も入ってるんだ。15枚入ってるみたいですね。1枚ずつしか見えなかった。嬉しい。こちらの方使ってみたいと思います。あ、顔が見えなくなってくのがすごく悲しい。どうしよう。え、はい、とあとトラベラーズノート、これはセール品じゃないんですけども、ポケットを購入しました。これとこっちに置いていけばいいな。あとはなんかね、そこの本屋さん、トラベラーズノートのものが結構文房具コーナーにあって、はい、これだけ、これはね全部 50% オフだったんですよ。はい、まずパスポートサイズの下敷きと、レギュラーサイズの下敷きとステッカーセットですね。この下敷きは表面がちょっとサラサラした感じのものになります。こんな感じでね、こうツヤっぽくなくて、こうサラサラしてて箱押し、ちょっと柵の部分はポコポコしてるけども、まあでも書くのには支障そんなないかさそうかなっていう感じですね。裏面もなんかカッターマットみたいな質感ですね、質感としては。はい、こちらと、あとこれステッカーセット、はい、これはなんと6枚も入ってるんですよね。結構スケジュールにいろいろ使えるよってこと書いてあるんですが、こんな感じ。これはね、いろいろ飾り付けできるようなステッカーですね。とこれ日付、あのマンスリーのものですね。ラージサイズとスモールサイズ。ラージサイズはレギュラーサイズのトラベラーズノートに、こっちはパスポートサイズにちょうどいいみたいです。で、これがスケジュールシールですね。かわいい。旅行だったり飛行機の模様だったり自転車、へえとかね、いろいろあります。これがクリア素材の丸シール、日付の上に貼ったりとかっていう感じですね。とこれね、カードポケットになってるんですよ。ここわかるかな、このここに、ここにこう細く外せるというか、ピリピリって剥がれるんですが、剥がしてこうカードポケットにできるっていうステッカーですね。嬉しいですね。とこれが転写シール、転写シールになってます。はい、こんな感じのステッカーセット、これも半額になってたので購入してみました。あとですね、最後です。最後、サボンの方が入ってるんですね。そちらの方で購入してきたもの、これがハンドジェルになります。アルコールの消毒できるものですね、になります。サボンってすごいですね、こんな可愛いラッピングしてくれるので。はい、このペーパーは取っておきます。ちょっとそーっと開いてね、後で。綺麗ですね。はい、こちらこのリフレッシュハンドジェルということで、ウィズビタミン E、 ここの粒がね、ビタミン E の粒が入ってて、手荒れがしにくいものだそうです。で、これはアルコールが入ってます。アルコール入ってなかったらね、あれにはならないので、うん、とてもいいですね。すごくいい香りなんですよ。実はこれさっき一回使ったんですけども、ジャスミンの香りになります。で、結構香りの持ちがいいので、はい、これ 200g で 200ml で2500円ぐらいですね。ちょっとお高いんですけども、はい、特別な時、特別なお出かけの時に小分けして持っていきたいと思います。はい、どうやったら全部入るの、これ。もう全部入れようとしなくていいかはい、それでサボンの方で、あれ、 LINE
のお友達追加をしたら支給品もらえるっていうので支給品もいただいてきました。それがまずボディクリームですね。こちらとあとヘアケアのクリームシャンプーとトリートメントの方をいただきました。こちらもね使うのすごく楽しみですね。これもスペシャルな日にね使えるようにあったらいいですね。よし顔を出したいの。よし、はい、ということでですね、今回の、はい、購入品は以上になります。はい、ね、本日初クラだし、実はまりみちゃんスノーマンの沼にはまっていたっていう動画になりましたね1月20日に、サードシングルが発売になるんですよ。私はもう3形態予約済みです。そんなにねたくさんこう買えないんですよね。あの不況用とか不況用の良いの予備用とかっていうのは買えなくて、本当3形態1枚ずつしか購入してないんですけれども、はい、購入予約しました。あとあのファーストライブの DVD も3月3日に発売になるんですが、それは初回限定版と通常版それぞれ映像が違うということでもう予約しましたはい、とってもねもうほんと楽しみで、もうねもちろんあの生配信は2回見ることができたんですよ。娘と一緒にあのタブレットの前でもうキャッキャ言いながら、はい、最後はめっちゃ泣きながら、はい、見ましたもうねやばいです。髪物しながらいつもスノーマン聞いてる感じ、はい、もうねこう語り出したらちょっと止まらないので、はい、今日はあのこの辺で動画の方終わらせていただきたいと思います。またねあのスノーマンファンの方もし見ていただけていたならばコメントからお声かけお願いしますはい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。